映画ドラゴンボールスーパースーパーヒーロースーパーステージをご覧の皆さん、こんにちは。孫悟空、孫悟飯、孫悟天役の野沢雅子です。日本では映画の公開が4月22日に決まりましたね。これを見ている世界中のドラゴンボールファンの皆さんも公開日を楽しみにしていてくださいね。またみんなに会えるな。ワクワクが止まんねえぞ。楽しみにしてっからな。